チャンネル66。What's up? 66ジンです。今回はジェラーダの S301WX 対戦モデルの動画をお届けいたします。そこで今回の動画の内容は、このジーパンの解説と31、33、34、1本ずつだけ残っているので、そちらの方のサイズ感、あと着用の雰囲気を見ていただきます。今回紹介するジェラードのこのジーパンですね、もうすごく人気で、もう限定で発売された対戦モデルとなっております、ね、なのでもうね、おそらく他のお店とかもう全く完売していたり、あと直営店でもね、もう作ってなかったりするジーパンとなっております。では解説していきます。対戦モデルってことで、まずパッと見はバックポケットにステッチがまるでないところですね。はい。まあ、第二次世界大戦中に、作られたものっていうもので、レプリカされてますんで、物資を極力少なくして、リーバイスの方に作ってくださいって、軍の方から、ね、国の方から言われてたんで、そういうところは簡素化されております。ね、ステッチが全くないところ。でも、肩タブはね、リーバイスもね、ジェラードもそうなんですけども、ついてるんですよね。こういうところがね、プライドを感じるところでございます。そして、この横のステッチですね、太いステッチなんですけど、ここのステッチは長めに取ってあります。はい。対戦モデル、ね、ここ長いんですよね。はい。同じように長めに取っております。はい。まあ、WX って言っても、ここがずれてるタイプではありません。まっすぐにベルトループはしてあります。そして、フロントの方が一番見せないんですけども、まず、ドーナツボタンですね。はい。真ん中が抜けてるボタンを使用しております。で、全部第2ボタンか第3ボタンも全部ドーナツボタンですけども、トップのボタンだけ月桂樹のボタンが、ね、柄のボタン使用しています。あとは、のっぺりとしたドーナツボタン使用しています。そして、コインポケットの部分に、リベットが普通のジーンズであるならばつくはずなんですけども、こちらも簡素化しています。このリベットは省略されております。はい。そして、まあ、こう開けていくんですけども、はい。ちょっと外しますね。ポケットの裏に、ネルの生地を貼っております。まあ、これもですけども、あり生地を使ってたんですね。これのためだけの生地を、制作して使うんじゃなくて、リーバイスの方が、あり生地を使って、ポケットのこの裏、ね、すれ木は、ネルだったり、朝の生地だったり、いろんな生地を使って、はい、作っておりました。ね、こちら両方とも、これはジェラードのね、専売特許のネルシャツのネルを使用しております。そして、まあ、細かいことを言うと、ここのね、この位置のところ、このフロントのところ、ここ切りっぱなし。これもね、対戦モデルならではの、ディテールなんです。ここね、本当はね、縫ってあるんですよ。でもこれは切りっぱなしになっております。ね、いろんなところ、まだまだね、細かいところまで言えば、いろんなところが対戦モデル、通常の、モデルと違うところがあるんですけども、大体今、こう説明した場所ですね。そこのところが普通のデニムとの違いとなります。ジェラード S301WX ですね。はい。31のサイズです。いや、ウエストはね、かなりきついです。私では。はい。まあ、細身のね、シルエットになりますね。で、バックスタイルも、こう、何もない、ステッチのないタイプですね。まあ、対戦モデルなんで、ステッチはございません。はい。ね、横のサイズ感も。ますが、若干細身のスタイルになっていると思いますね。31っていうサイズなんで、結構きついです。まあ、このあたりもね、いい感じに、こう、このサイズ感で履けば、ヒゲとか、ね、あたりががっつり出てくるんじゃないでしょうか。素晴らしい、履き心地のいいジーパンになります。はい、こちら、33のサイズになります。66でストックしているものになります。はい。このぐらいのサイズ感ですね。僕で多分ちょうどいいサイズです。でしかもこれですね、スレーキにネルを使ってるんですね。ここが味噌ですね。はい。ジェラードのネルを
そのまま使っています。チョコレートグラウンドみたいなこの電話を使っております。で後ろの財布もかっこいいですね。はい、この太さです。このぐらいの太さがちょうどいいかと思いますね。僕なんかはいかがでしょうか。続いて34のサイズですね。はい、かなりゆったりした感じになってきました。はい、ヴィンテージ好きな人なんかはこのぐらいのサイズでも全然問題ないかと思います、ね、ちょっと僕足が短いんでロールアップしてるんですけども、こちらにね耳もねしっかりついております。はい、でここのねステッチも長めに取ってあって、前にドーナツボタンもしております。太さはこんな感じです。34でもねいい感じに履けますので、ね、これも好きですね。太さこれですね。対戦モデルすごく良かったですよね。このデニム気になった方は動画概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらの方へお寄せください。今回のように珍しいアイテムこれからも配信していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、また見てね。